はい、皆さんこんにちは。今日は12月発売予定のトミカが更新されたので見ていきたいと思います。それと後半は1月以降の発売予定のトミカもチェックしたいと思います。結構 SNS で噂になってるからね。で、タカラトミーさんのホームページの新製品情報というところで10月23日に更新されてるね。で、この辺の GTR とかこの辺はもう以前のままだね。マクラーレンも以前のまま、変更はないです。で、ロングトミカのメルセデスベンツ、この辺も変わってないね。で、トミカプレミアムが発表になったって感じかな。ナンバー17番の 512BB だね。これはフェラーリだね。で、以前から結構噂になってたけど、やっぱりフェラーリだったね。で、通常版がレッドで、発売記念仕様がイエローだね。で、これ先日までここ発売記念仕様じゃなくて初回特別仕様って記載になってたのかな。結構この辺も SNS で噂になってたね。で、下の方を見ていくと、ここだね。アクションっていう部分にサスペンションって書いてあるけど、これひょっとしたらこの後ろの部分って開くのかな。ちょっとこの辺は楽しみに待ってみたいと思います。で、トミカショー、この辺は変わってないね。で、トミカギフトセットでフェラーリセット、これが結構すごいね。セット内容はラフェラーリとか488とかスパイダーモデルになるのかな。そうだね、ここに書いてあるね。488スパイダー、ラフェラーリ、ラフェラーリアペルタ、 488GTB だね。で、ホワイトは 488GTB だね。で、ラフェラーリがイエローで、レッドがラフェラーリのスパイダーだね。で、 488GTB のスパイダーモデルかな。うん、結構バリエーションに富んでていいね。で、通常ラインナップでの商品構成だから、一回品切れになってもまた復活してくるもんね。ありがたいね、これはね。12月もやっぱりこの辺の争奪戦が激しそうだね。下の方のラフェラーリは、こっちは通常版でのラインナップだからまだ安心できるよね。で、ちなみにもう予約が今月の下旬ぐらいから開始されていくから、この辺も皆さん要チェックです。で、この発売記念仕様をやっぱり予約しておかないと、ちょっと当日の朝並ぶっていうのも大変かな。で、並んで買えなかったら結構高値でオークションに間違いなく出てくるから、なんとか予約を皆さんしてください。で、11月も見ておこうかな。11月注目車種はこの 488GTB だね。で、初回特別仕様はもう予約受付開始されてるけど、ほとんどのお店でもう予約完売状態になってるね。あとは発売日直前になってくると、たまにトイザラスのオンラインとかで予約が復活するから、その辺も要チェックだね。で、トミカプレミアム RS のカウンタックも、これも品切れしてるお店もあるけど、まだまだ予約ができるお店がたくさんあるね。で、ここからはあくまでも噂の部分だね。 SNS で噂になってる1月の発売予定はこんな感じです。で、1つ目がココ一番屋のキッチンカーだね。次がシボレー、コルベット、 ZR1 だね。で、これには初回特別仕様があるんじゃないかってことだね。なかなかかっこいい車種だから、この辺期待だね。で、トミカプレミアムからはセリカ 2000GT4 と日産フェアレディ Z なのかな。で、トミカギフトからは手遊びいっぱい工事現場セットだね。この工事現場セットは問屋さんでも発売予定って言ってたね。で、2月発売予定で噂になってるのはイスズギガトレーラーハウスだね。なかなかトレーラーハウスって日本では馴染みがないね。で、ランボルギーニウルスだね。で、これには初回特別仕様がラインナップに入るのかな。ウルスっていう車種は SUV の部類に入ってくるのかな。で、3月発売予定の噂はこんな感じです。ホンダジャイロキャノピーってスクーターみたいなやつかな。で、トヨタハイエースだね。で、これには初回特別仕様がラインナップされるみたいです。それと那覇市消防局のハイパーミストブロワー車っていうのも噂されてるね。で、4月発売予定で噂されてるのはこんな感じだね。スバルフォレスターとスズキジムニーだね。で、ジムニーは初回特別仕様があるのかな。で、トミカプレミアムからは日産シルビアとランボルギーニディアブロ SV だね。
で、ディアブロには発売記念仕様がラインナップされる予定になってます。なかなかすごい車種が発売記念仕様になるね。で、5月発売予定で噂されているのはトヨタコースター幼稚園バスと、もう1台何かっていう感じかな。あとトミカ 4D でトヨタ 86GR とランボルギーニウラカンペルフォルマンテが出るかもしれないかなっていう感じなのかな。なかなかこの辺も人気車種だね。そういえば以前発売予定で噂されてたジャパンタクシーが出てきてないね。この辺もいずれ発売されるのかな。で、この2019年の1月から5月の発売予定のトミカっていうのはあくまでも噂だからね。正式な発表を楽しみにしておきたいと思います。はい、今日は12月発売予定のトミカと1月以降の発売予定のトミカの噂の部分もちょっとチェックしてみました。で、今回情報公開された中で注目車種は 512BB だねの発売記念仕様かな。で、個人的にはギミックの部分でこの後ろの部分の開閉があるのかどうか、この辺も楽しみだね。で、1月以降の発売トミカはあくまでも SNS で噂になってる部分だから確定情報じゃないからね、その辺要注意だね。でも個人的にはシボレー、コルベット、ZR1 とランボルギーニウルスかな。あとディアブロっていうのもあるって噂だけどね、この辺が個人的には期待してます。はい、また新しい情報入ったら動画で更新していきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。